はい、どうもこんにちは、あれです。ということで今回もっと紹介やってみましょう。というわけで、今回紹介するモッドはですね、おいおりモッド、やっていきましょう。こちらのモッド、どういうモッドかと、まあ要するにですね、オリーブオイルを追加するモッドです。ちなみにオイオリーブっていうのはモコズキッチン、かの有名なモコズキッチンで、なんだろう、なんか説明しにくいな、じゃあもうフォーラムの文章をそのまま読ませていただきます。日本テレビ系情報番組 ZIP 内のコーナーモコズキッチンにて、早見もこみちさんが完成した料理に容赦なくオリーブオイルをかける行為を指しますとのことです。まあ無理やりなんかオリーブオイルバーってかけんじゃん、あれですあれをマイクラで再現したモッドです。とりあえず作業台置こうか。そして、まずオリーブの苗木を作りましょう。オリーブの苗木ね、そのオリーブの苗木は、はい、オリーブの苗木はですね、まず苗木を普通にここに置いて、黄緑色の染料をここに置いて、あとこの、緑色の染料をここに置いて、あとカカオ豆をここに置くことでできます。はい、できました、オリーブの苗木。これをまあこの、まあ、適当にポーンと置いてですね、まあこれをまあ骨粉かなんかで育てるわけですよ。ほいほいほい。はい、このように、これがオリーブの木ですね。そしてですね、このオリーブの木ができたら、この葉っぱを、ハサミかな、これクリアだからダメなのか。この葉っぱをですね、あ、ダメだ、取れねえやっぱ取れねえや。待って、ハサミハサミ、このハサミで、これを取ります。あ、取れたかな、オッケー。あ、取れた取れた。こうしてですね、4つ集まったら作業台に、このように1,2,3,4と置きます。そうすると、オリーブの実が、クラフトできます。そしてこのオリーブの実をですね、全部で8個用意します。まあ僕の場合はちょっとクリエで今用意しちゃうんですけど、はい。でこのようにオリーブの実を8個用意したら、真ん中にガラス瓶、真ん中にガラス瓶を置いて、で周りに、このオリーブの実を置くと、はい、このようにできました、オリーブオイルでございます。どうですかこのビジュアルちゃんと、あ、モコズキッチンって書いてあるこれあ、すげえ、モコズキッチンエクストラバージンオリーブオイル、なんだこれ最後、そうオリーブオイル、わかんねちょっとわかんね、すげえちゃんとしてるでもこのオリーブオイル、どうやって使うんやっていうとですね、この食料、いろんな食料があるじゃないですかマイクラに、まあ、例えばパンがありますよと。でこのオリーブオイルをクラフトするとですね、こちらオリーブオイルをかけたパンというものが、できます。でこちら耐久度になってまして、何回でもクラフトすることができます。このオリーブオイルをかけると満腹度の回復が1上がるという利点があるんですよ。でまあこれもう何でもいけちゃいまして、確かケーキと金リンゴ以外はいけるのかな、確かもう何でもかけれます。人参とか、はい、オリーブオイルをかけた人参、あとじゃがいもとかでもいけると。はい、というわけでいかがだったでしょうか、オリーブオイルモッド。まあちょっと内容は薄くなってしまったんですけれども、なかなかこうバランスが取れて、そんなぶっ壊れ性能とかでもなく、いい感じの性能で、このようなネタモッドが普通のサバイバルで楽しめるっていう感じのモッドでしたねなんか何言ってるかよくわかんなくなっちゃったはい、というわけでオイオリーブモッドの紹介でした。またねー。動画見てくれてありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録をしてください。まあね、はい、チャンネル登録をすると僕が動画出した時に通知が行くようになるんで、まあ動画は見なくてもいいや、もういっそ動画は見なくてもいい、動画は見なくてもいいからチャンネル登録をしてくださいチャンネル登録をお願いします。本当に僕のやる気につながるんでね、ぜひ、チャンネル登録してください。あと、高評価やコメントもよろしくお願いします。コメント最近できるだけ返すようにしてますんで、ぜひぜひどんどん気軽に、もう何でもうんこでも何でもいいんで、コメントしていってください。あとツイッターもやってます。ツイッター@実況者春で調べてもらうと多分俺のアカウントが、まあ、出てくるんで、まあもう僕ね、登録者数の割にツイートのお気に入り数がめちゃめちゃ少ないめちゃめちゃ少ないですよ本当に。これも今一番の悩みがツイートのお気に入りが尋常じゃないほどに少ないっていうことが悩みなんで、ぜひ、ツイッターフォローしてお気に入りとかしてください。ツイッターでね、よく視聴者さんと交流してるんで、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、ぜひまた別の動画も見てください。お願いします。